トーマスのエピソード紹介。今回は、ジェームスが危ないです。ジェームスが危ないは1998年9月にイギリスで放送されたエピソード。ジェームスと危機についてのお話です。あらすじは、ジェームスが新しいペンキを塗ってもらうべきだとうぬぼれます。パーシーやヘンリーと言い争いになりますが、いつもの調子でやり過ごし、木が倒れてるかもしれない、という忠告も無視します。そして、ハット卿から頼まれた重い貨車を運びますが、天気が悪くなり、他のところで木に塞がれて急ブレーキをして、危機一髪、トーマスの助けでなんとか脱出します。最後は、ハット卿から勇敢な機関車として、トーマスは新しくペンキを塗ってもらい、ジェームスは急行列車を引けることになる、というお話です。急ブレーキのシーンでは、ジェームスの車輪が脱輪しています。貨車が何台か出てきますが、お話の最初の方に、倒されて笑っているシーンがあります。エピソードの最初で、ヘンリーの声がゴードンになってしまっていました。ジェームスらしさが満載の、このエピソード。ぜひ、また機会があったら見てくださいね。